倉庫の独り言最近やたらキャリーちゃんが徐々にこう大人のアーティストモードにシフトチェンジを図っていってるように感じるなド派手でカラフルな衣装からちょっとマシックでおしゃれなモードにというかキャリーちゃんも25歳。 まあそらいつまでも大きなリボン頭につけてとかでは厳しいのかなそれかもとことんやりきると林家パーコさんとか今栗吉を勝ミサイルのサイルさんみたいになっていく危険性もあるのかどうなのか、まあ、うまく脱皮ネクストレベルに進めるかどうかにかかってそうというか特に原宿若者文化ってまあ流行りしたり早そうやから。 逆にカリスマまでなってしまうと大変なんかなとか勝手に思ってみたり。